それじゃあよろしくお願いします。志賀新吉さん。はい、そうです。新しいに新しい吉でよしですね。吉でいいです、ね。はい、そうです。生年月日を教えていただけますか。はい、昭和2年、2月18日。さっきは11月、2月です。2月ですね。2月18日です。はい、現住所は玉城村、あざ柿の花。ご出身も。そうですね。はい。柿の花で。こちらです。宣伝はここら辺は農村になりますか。純農村です。はい。みんな農業、はい。サトウキビと田んぼ。田んぼが多いですね。下の勝菜のひいざのあるところから流れる田んぼ、海まで続いておりますよ。海岸まで田んぼはもう多い方ですよ。はい。戦前はあれですか、戦争の前はもう田んぼの田植えとかも、田植え、はい、 年に2期作ですね。こちらは2期作でお手伝いというか されたりしていたんですか。うん、そうですね。特にうちは両親が年だったもんですから、戦前の、今は中学3年言うけど、戦前は高等学校1、2年と終わりだ。高等2年の時でも担当の先生が3回ぐらい通って師範学校に行かせなさいと先生がお願いに来ていたけど、親父が断って、もう手不足だから農業させんといかんから、いいの学校を歩かすのはダメ言うて、担当の先生は、担任の先生は3回もお願いに来たですよ。学校はできる方でしたから。はい。で結局もう、はい、そうこうしているうちにもう戦争にとらわれてしまっているんですよ。はい。あれ昭和19年頃になると、はい、もうここにも部隊が入ってきたりして。そうですね。はい。僕らは昭和19年学校卒です。19年と20年はもう青年が隊としてもあれ。どんなこと、陣地構築とか。そうです。飛行場作りとか、はい、飛行場作りも読谷、西原飛行場、おろくなんか3回ぐらい、読谷も2回ぐらい。これは部落の青年会をですね、部落にいるもう若手を全部二手に分かして、二組に分かして、15日間ずつ、交代制で、そういうのやっておりました。もう19年頃からは、親の手伝い、農業をするような、あれはなかったです。もう軍に従事して、もう命令で。いよいよこう、20年になって、はい。あれ、20年3月ですか？ 3 月ですね。そうです。防衛隊の招集があったんですか。そうです、防衛隊招集ですね。誰からどこへとか。これはですね、軍の方から身近にうちの部落や隣部落に陣地を構えている、あれです。細かく言えば三田連隊、野崎一大隊、秀崎三中隊の藤本一将隊の一分隊、藤本総隊に 分散してみんな招集、そして部隊から区長命令で、軍から命令で区長がかき集めて、公民館の前に集めて、みんな兵隊が連れて、案内兵隊が引率して連れて行ったんですよ。各分隊に、各班に分けて。一緒に行った人は覚えていらっしゃいますか。はい、たくさんおりますよ。はい、例えば名前ですか。名前はですね、金城幸太郎、比嘉助次郎、それから、知念義秀、金城高、何やったかな、安彦、まだおりますね。平孫明とか比嘉親友というふうにしても、学校を卒業した人たちは、戦前の高等学校を卒業した人たちはもう全員です。青年会に入っている人は。でそれから女子の方もですね、女子もたくさん、みんなも総動員ですよ。もう軍から命令で区長がもう指名して、
で区長やらんとまた軍から叱られるから、区長ももう押さえつけですよ、かわいそうですよ、区長さんも。もう軍の命令でみんなかき集めて送るの。そして軍から来てですね、兵隊が来てみんな引率して連れて行って、各分隊に1小隊2小隊で各分隊に配置していたんですよ。第三中隊、私は初めはあの柿の花の修験地のあるところ、ヒージャー側のあるところの号にあの、三中隊の藤本一小隊、そしてあの吉田 一分隊というところにあの配置されておりましたけど、1、2週間ぐらいしたかなと慣れた自分にですね、あの中隊指揮班から、秀崎中隊指揮班から呼ばれてですね、連隊が来て、兵隊が連隊が来て、東に来ておるかと来たもんだから、はい私です言うたら、中隊長の命令だ、中隊本部においどと、中隊指揮班においで言うて、中んだかりの方の中隊指揮班に呼ばれて、直接中隊長の前に呼び出されて、私が比嘉です言うてあれしたら、呼び出せ、あんたは今日からあの中隊指揮班に配属だ、そして私のあの担当だと、私のあの世話役だと言って、その日から隊長の世話を見る役目を言いつけられました。具体的にはどんな仕事をされて、具体的に言って、一線に行かない軍に、郷にいる間はですね、普段はまああの待機、隊長の近くに待機しておって、隊長の伝令をして、別の分隊なんかで伝令に行ってみたり、隊長のすぐにいておって、食事時間でまた一般兵隊の指揮班の兵隊の、 あの食事の世話を女子青年と一緒に世話してみたり、大体もうあの時から陣地構築も終わっているから、うちはそんな待機する程度。あの軍服は、軍服はですねつけてないですし、支給もされてないです。だけど私の場合は親戚のおばさんがですね、軍服があるからあんたつけなさいと、つけていきなさいというあの教え使って、親戚のいとこのおばさんから、私は軍服つけておりました。軍靴も履いておった、私の場合は。そしてタバコの配給はありました。私たちもあの恩師のタバコを言ったりなんかしてですね、天皇陛下からあれする恩師のタバコなんか、タバコはもう一人前に配給していただいておりました。で、それからまた別のところに移られるわけです、ね、うん、一分隊から中隊指揮班に、秀崎中隊指揮班に呼ばれて中隊長当番になってですね、一線に行くときは残りのあの防衛隊あの義勇隊はですね、みんなあのセンサーをやっつけるあの梱包爆薬というの、センサーをあの転ばす梱包爆薬、爆弾ですね、それを一個ずつ背に背負ってですね、灰のみたいに背負っているけど、私の場合は隊長のところに呼ばれて、あんたうちのあの持ちなさいって、隊長のあのカバンを持たされて、で中身は何が入ってるか言ったら、中隊長のふんどしですね、シャツなんか、ふんどしやシャツを着替え、まあ冗談だけど、その着替えなんかを持って、ふんどしも入って、あのそれを私は持たされました。隊長の当番ですから、世話役だから。そして一斉にいざ行くという時はまた酒瓶ですね、今の一升瓶、昔も同じだけど、お酒一升瓶も大事に持っておけ言うて、お酒一升瓶とあの中隊長のカバンを持たされました。どこへ行かれたんですか。ここから行ってですね、もう秀崎中隊全部揃ってですね、ここ通って大駅原、キラバル通って、あの与那原通ってですね、大里通って、それとあの大名通って、スリ方面に行きました。スリ、あのあっちに、だそれ何言ったかな大名を通ってスリに上がりました。浦添からアジアあたりまで、もう一回。そうです、はい、行き着くところはあの浦添ですね、アジア地区、アジアを越えて浦添あたりですね、内間あたりですかね、
そこに来ました。そこはどんな感じだったんですか？これはもう一晩がかりですね。日が暮れたらこっちから立って、夜明け方にはもう浦添まで行くというふうに。もうやっぱそこは戦闘状態だったんですか？そうです、もうあっちは一線です。で、一部隊が全滅した、まあこれは情報ですけど、自分で目で見たんじゃないですけど、一部隊が全滅して玉部隊が後退だというふうな情報でしたから、まあ、あれからはあの自分はもう一部隊はあの全滅しておりますよ。一部隊のあの後で一線に行くわけですから。そして行きながらあの大慣れですね、直接もう艦砲に当たってですね、近くで破裂して、で私の場合はスコープですね、ショベル、それを背中に持っていたから、あのパチャンと言うて、あのショベル、背中に担いでいるショベルが、あのショベルにあの破片が当たって、あれだ、ショベルの当たらなければ私はもうあの時で死んでおりますよ。破片がショベルに当たったもんだから、生き延びてスリまでも一線まで行けたわけです。あの時初めてびっくりしました。なんか陣地は、そうですよ、そして一晩で行き着いたところがですね、今言う上間あたりかな、アメコあたりか、アメコの上ですけど、アジアの上と分かってるから、部落名分からんから、のっぱらですけど、そこにあの墓がですね、民家の墓が、神空墓がですね、4つぐらい並んでいる森にたどり着いて、そのお墓は入り口はそのまま、あの墓の形だけど、入り口から入ったら中は横にあの全部穴開けて、一つの、 あのお墓にしてしまって、そこが陣地だったですよ。隠れ家、あの陣地ですね。墓を横にあのみんなつない穴掘ってですね、そこに一晩か二晩ぐらいおりましたかな。そこにいるときはやっぱりあの激しい戦闘、はい、そうです、どんどん来て、で昼は日本軍は動けませんから、動いたらすぐ敵にやられるから、昼は壕に隠れて夜しか行動しませんでしたから、そしてその陣地のある、お墓4基並んだお墓の森に横に突っ張ってつないでですね、廊下みたいにつないだところに部隊は避難して隠れておりました。でその裏口から見通しのつくように覗き穴があったんですよ、敵に向かって。その覗き穴から見ると、敵の戦車や兵隊が通るのをもう300-200メートルぐらい先に見えるんですよ。裏はもう平坦地だから、もう敵が行き通いするの見えるけど、歯ぎしりをしておっても抵抗できませんでした。フィルはこちらから打ち返すともう敵にやられるから、昼は見ておっても我慢して、夜になったらまた前進して突撃するという、もう日本軍の場合は夜行動しかできませんでした。昼はもうゴーやタコチボに隠れておってですね、昼は出られるような条件ではありませんでした。あまり敵がもう多くて、もうどんどん弾が来るもんだから、昼は行動できますよね。さっき手製の爆弾をですね、はい、背負って行進しました、はいはい、みんなね、はいはい、そうです。それは実際使ったんですか？いや、使うどころじゃないです。はい、敵とも合流してやら あれするというような状況じゃない、もうやられっぱなしです。はい、持ってはいったけど、それを突っ込んで自爆して突っ込むというようなあれはできませんでした。私は直接隊長当番だから、隊長のお供だから分からんけど、残りは持ったままですよ。それで敵をやっつけたという情報も聞かないし、また自爆したという人もいなかったから、はい、もうやられっぱなしですよ、アメリカはね、はい、手が出せんもの。そこであれですか、二晩ぐらいおられて、はい、いる間に中隊長に呼ばれたり、うん、はい、それからまたその号にいる時かな、もう直接もう一線に行ってですね、隊長に呼ばれて、もうあんた方は家族の元に帰っていいよと。だ一人前のあれじゃないですから、義勇隊防衛隊ですから、
あの鉄砲も何も持ってないし、銃もただあの手伝い人みたいで荷物担ぎだから、隊長に呼ばれてもう親元に帰りなさい、あの家族の元に帰りなさいと。今だと、はい、それでですね、家族の元に帰っていいよと、一線に行っても打ち死にする以外はないからかわいそうだという、あの隊長の、 あの親心でしょうね、帰っていいよと言われたけど、私はスリまで行けば帰れる道は分かるから、スリまで行くのが大変でスリ行けば帰れるから帰ろう言うて同僚に言うたら、あの同僚は、うん帰らない、怖いから帰らない、もう兵隊について行った方がいいと言うもんだから、帰らんでそのまま前進で部隊について行きました。一旦は隊長親心で親元に帰りなさいと、あの家族の元に帰っていいよと、あの話をしておりました、私呼んで。で、帰らないで軍隊と一緒にいて、はいはい、やっぱりこう激しい戦闘になって、そうです、それからまた前進してですね、その続きは前進して行ったところは隠れる壕はないから、広っぱで森川が、むいわむいわがあるだけだから、そこ行ったら、あの夜中に、夜に前進してですね、敵に寄って行って、そして昼は動けないから、みんなあのタコ壺掘ってが隠れようという命令が来て、スコープは持っているからタコ壺は掘ったんですよ。掘るタコ壺もスコープを持って普通の作業みたいで、スコープで掘るもんじゃないから、あのはかどらないわけです、掘っても掘っても硬くて、それと頭だけ突っ込んでですね、掘ったタコ壺に頭を突っ込んで、足をそのまま出して木の枝とか草のガヤを借りてきてかぶせて、ヒルジは寝ているんですよ。寝たところ私は迫撃砲が近くに飛んできてやられた、足はあのやられたんです。3日4日目ぐらいですかね、2晩2晩越してからですね。それはどこら辺ですか？これはですね、内間かあのその辺でしょうね、浦添内間あたり、もう戦前のことだから、あの辺は学生子供だからいろいろ歩いたことないから、どの部落というと感触は分かりません。今になって、あこの辺だったなという感覚であれでってですね、酒田浦添あたり、内間あたりですかね、瓶の滝越えて、すりを越えてからだから、その隠れている時に迫撃砲を、はい、そうです、夜中にタコ壺が掘ったらはかどらんから硬くて、頭だけ突っ込んで、程度がしか掘れないから頭を突っ込んで、足は出るから、足はあのガヤなんか潰してきて、板枝、木の枝とかそういうのをかぶせて、あの偽装して寝て掘ったんですよ。そこをやられたんですよ、フィル、まあ、10時11時頃かな、太陽が東から上がったばかりのあれだから、午前でやれまでやられる。でその時誰か助けてくれたんですか？その時はあの隣にあの同じ村出身であるけど、船伏のあの島袋という初年兵、あれは兵隊です、初年兵がいて、あれが駆けつけてきてからに衛生兵呼んでですね、衛生兵と隊長呼んで衛生兵に治療して、その前にもう足を全部あの紐でくびって出血しないようにくびってあれして衛生兵に見てもらったりしたんです。で衛生兵はなんかこう隊長に報告をしたりとかなんか、はい、であとは隊長も寄ってきておりまして、あの隊長からあの、衛生兵が報告を、隊長にもう出血したりようで、足ももうあの切断しているから持ちませんと、持ちません、もう手がつけられんというふうに隊長に報告したんですよ。そうすると隊長に怒られて、あの灰原陸軍病院まではあの連れて行けと命令だと言うて、隊長がもう断言してですね、あの灰原病院に連れて行かれたけど、隊長の
親切者がなければ、あそうか言って、そこでもうほったらかされて死ぬところですよ。体調が早まる病院まで届けろ言うて、衛生兵に命令したから生きられたもんですよ。ハイバル病院にやっぱり衛生兵が引率をして、衛生兵が引率して、同僚が金城幸太郎、平清助、平新助、平宗太郎というふうに4名の防衛隊の方らが担架で担いでいきました。二番がかりで、平鉱山、鉱山ですね。いや、はい、戦後書き直して翔太郎を言うと鉱山です。戦前を翔太郎を言ったって鉱山、はい、4名が担いで二番がかりで行きました。肥料は隠れて廃盤の陸軍病院、そうしたら受付して、軍医が出てきて受付して、この足はもうダメだ、折れている。その前あれですか、首里のなんか司令部へ、あれは迷いて行きながら、ベンガラ家の近くの首里司令部、本司令部ですね、軍の司令部に迷い込んで行ったんですよ。もう隠れるところがないから、司令部の号があったから、号があるって言うて駆け込んで行ったら、司令部の号で、司令部の号でしたよ。でそこで一時隠れて、また夜は行動したんですけど。でその早場の陸軍病院に行く前に、はい、なんか近くの近くまで行ったら夜が明けてしまってですね、夜は行動できないか歩けないから、もう上はもう飛行機が多いし、陸上は軍は米軍はいないけど、空からの上からの飛行機からのあれがひどいから、昼は通れないから、ある農家の家に隠れたんですよ。もうちょっとで行けるなと思いながら、もう夜が明けたから歩けなくて隠れたら、そこで別の人の避難民から豚肉を分けてもらって、それを炊いて食べて、一晩、昼中はそこで隠れておりました。そしたらそこにですね、もうあれです、聞かさなければいかんのが一つあるんですよ。日本軍の兵士隊とですね、日本の女、地元の女の子と二人、屋根裏に、2階じゃない、部屋の天井の裏に隠れてですね、二人でイチャイチャして、隠れた脱走兵もおりましたよ、兵隊が、日本兵が。でもこれはそこで豚肉を炊いて食べて、夜が暮れたらまた灰原陸軍病院までたどり着きましたけどね。たどり着いたやら、さっきの話の軍医に見てもらったあれになるわけです。軍医は何て言ったんですか。だからもうこれ治療 の余地はないと、切断しなければいかんと。もう足はみんな砕けておりましたから、切断する言うて言いはしたものの、翌日からもう回ってこない、もうそんな暇がない。次々負傷兵が入ってくるから、ただ初診するだけ、診断するだけで、あとはもう学生任せ。まあこれから学生という言葉使いますけど、学生さんというのは看護婦のことを学生さんと、学生さんというのは師範学校なんかで学生のことを、あっちでは看護婦さんという言葉を使いませんでした。僕らは学生さん、学生さんで看護婦は呼んでおりました。まあ徴用された女子学生ですね。だから正式な看護婦じゃないから、学生さんを呼んでおりました。その医者はまあね、切断って言って、はい、来なく切断すると、はい、するで足はそのままですよね。はい、腐れてそのままです。ウジ虫が湧いたりとか、ウジ虫が湧いたりで、あとはもう骨を砕けておるから、包帯外したらそのままボキッと足先を外れてしまったんですよ。骨が砕けておるから、もう肉が腐ればもう離れてしまった、包帯外したら。そういうことです。食料はですね、24時間か30時間ぐらいに1回ずつ思い出して、おにぎりが来るだけ、
1日か1日半ぐらいにおにぎり一つずつ配られるだけ、その程度でした。食事というのは朝昼晩というのはありません。なんか包帯とか消毒液とかそういったものを、消毒液もない、包帯変えるだけで、包帯もですね、学生さん用あの包帯変えてください、腐れておるよ言って、包帯が腐れんと買いには来ない、変えたばかりでしょう言ってもうあべこべの怒られてですね、包帯が腐れてもうジェクジェクしない限りは包帯も変えてくれない、消毒もない。消毒言えばあの何か粉みたいなのを振りかけて、あの海を吸うあれでしょうね、多分薬じゃなくして、そういうのはありました。粉が引っ掛ける程度。あの担いできた距離の4人で、はいはい、これたちはですね、あの同僚はうちをあの陸軍病院に届けてですね、あの衛生兵もあのついてきておりますから、衛生兵にですね申し出て、もうここまで来ているから家族と面会してまた戻ってくるから、もう今度出たら死に、もうか家族には会えないから死に、戦死しに行くもんだから一応家族の会ってきますよ言って、衛生兵の許可を得て4名とも帰ったわけです。帰ったのがあの2晩続いて、衛生兵は私のそばにいて、よい2晩も待ってるけど来ない。衛生兵はあとは部隊に戻るにもあの一緒の嫁連れていかんと怒られるし、いたらいたら来ないし、それとその残りの嫁後で聞いたらもう帰れるあの状況じゃなかった言うて、家族のもとに引き上げたのがもう最後で、もう一線には行きませんでした。この人たちはもう私を助けたおかげでもう一線には行かんで命拾いしたのと、まあ言い換えればそういうことになります。衛生兵はもう二晩いておって来ないから、あとうちがもう来ないよ、あれたちはあんた一人行きなさい言うて、衛生兵にあれしたら来ないかな言うて言いながら、あのしぶしぶしながら引き上げていきましたよ。その陸軍病院には何ヶ月ぐらいいたんですか？もうその年月はわからないですね、だいたい 1,2 週間ぐらいじゃないですか、間隔は。もうどんどん米軍を寄せてもすりも陥落する頃ですからね、よーって 1,2 週間ぐらいじゃないですかね、そんなもんだはずですよ、あの灰原病院にいるのは。それからはもう灰原も陸軍病院撤退しますよね。それはあの米軍がもうあの王者と来ている、またあのすりが陥落されたという情報で、もう退却せんといかんと、退却するのはもうマブニに引き上げると交代するという段階になって、で軍の方からですねあの呼び出しを受けて、今呼ぶ方たちはあの糸満の高原に行き、あの行く、またこれから呼ぶのはあの糸数あの分院、陸軍の分院ですね、糸数分院にですとあの言うて報告して、あの両方に分けてあの名前呼び上げたんですよ。そうすると私は糸満の高平に割り当てられておりました。うん、糸満の高原にをあの割り当てられていたけど、まあ、あれまでは正常だったんでしょうね、はい、もう勇気を持って隊長に申し出て、私は 高平に配置されておりますけど、私はあの糸数言ったらどこの糸数ですかと聞いたら、玉城じゃ、玉城の糸数部員だ言うて隊長が、軍医が言うもんだから、じゃあ私玉城出身で玉城あの糸数分院の近くの部落のものですから、あの高原に行くのと交代してチェンジして、あの玉城の私を送ってください言ったら、あの軍医も、あそうか、じゃ あの交代だ言うて、でですね、その時やっぱし今から思い出すと、戦場体験談にもあるように軍医への一言が命を買ったということは今のところですよ。
うちがぼさっとしてそれを申し出しなければ私は糸満高原に送られるのを勇気を持って申し出て糸果樹に村内の糸果樹に母院に来たから生きられたもんです。もうそれだけです。軍への一言が命を拾ったというのは、それがなければ私は糸満にマブニに行けばもう助ける人はいませんでした、うん、どういうふうに運ばれてみんなに助かって、はい、これはやっぱし防衛隊の方に、防衛隊は私たちの身近な防衛隊じゃないです。あっちにもいたんでしょうね、陸軍病院にも知らない防衛隊たちが担いで糸果樹病院まで運びました。そういうことで、糸数のあれですか、アブチラガマという、まあ、軍もいる、軍の部員ですよ、病院の部員、そこにも軍が兵隊がたくさん将兵がおりました。その頃足の状態ってのはどんな、いやもう足はもう話になりません、腐ってうじでどんどん上に上がってきてですね、肉が腐って、まあ、我慢できないですよ、うじがもういっぱいあれして泣いても泣けないぐらいですよ、うん、でそうこうしているうちに糸数の方も厳しくなってきたんですね。そうですね、もう糸数でも情報を聞けばもうウフグスクまで、ウフグスクいたら隣部落ですからね、ウフグスクまで敵軍は米軍は来ている言うて、で軍は引き上げると、糸数分院はもう糸満方面に引き上げると、でその時の衛生兵や軍医の話では、報告では、歩けるのはついておいで、もうこれだけ、歩けるのはマブリ方面に糸満に退却するから、歩けるのはみんなついておいで、ただし入り口に甲板があるから甲板をもらって糸満方面に向かってみんなついてこい、歩けないのはもうこれ以上どうすることもできないから自分でも考えなさいというふうな、いいはっきり言い草じゃないけど、そういうのあれで歩けるのをついてこい、そして入り口で甲板ですね、戦時中のあれを一袋ずつもらってみんなついてこいと、もうこれだけ、歩けないのはもう自由にしなさい、そこで死になさいと言わんばかりに、で私は歩けるという感覚で立ってみたら立ちきれないわけです、もうだいぶもう火ありしてるから、じゃあ諦めてそこで倒れたままありしておったんですよ。他にも歩けない人いっぱいいたんですか。2、30名はいたんじゃないですか、うん、もう並んで転んでもうワイワイみんな苦しがって、そしてしばらくすると隣の人が暴れていた、隣の人が泣き声が止んでしまって何かなと思って呼んだらもう死んでしまって、でまた隣の隣も今まで暴れた人に腹張っていて触ったら死んでしまうと、みんな並んでいる人もちぎちぎもうみんな死んでいくんですよ。あとはもう生きた人は誰か、どこに生きた人いるか言うて声かけあって、はいこっちよこっちいるよ言うたら、その人のところに腹張っていって生きた人のところに寄り添い寄り添いで、そういうのあれで2、3日ぐらい暮らしましたかね。食料は、食料ないですよ、ほったらかさでも、あ、取りに行けなかったですもんね。取りにどころじゃない、ここ誰もいないの、もう歩けない人はみんなほったらかされてるか捨てられている。でトタン屋根です、トタンでかぶしてあるから壕の中だけど湿気があるから雨だれがちょろちょろ垂れるんですよ、それを溜めて飲んでおりました。食事どころでも歩ける人はみんな逃げてないのね、マブニ方面に。どうして助け、助けられたの、そうこうして2、3日はいたか、そんなに長くはいないです、もう捨てられて3日4日ぐらいになって、そこから民間人のおばさんが、兵隊じゃないですよ、通りかかったもんだから捕まえて、男は誰ですか、私玉城柿の花の屋号比嘉のもんだけど、家族がどこそこの郷にいるから、八字釜いうところに家族がいるから、あっちまでぜひつけてください、ここまで怪我してここまで来ているよと連絡してくださいと言うたら、その人が
真心で家族に連絡して、翌日は早速親と兄弟が連れに来ておりますよ。そうしたら普通は農家の木工ですね、木工と戦前の砂糖樽の蓋、それを担架代わりに座らせて、木工と樽側の蓋を置いて棒と持ってきて、そして入り口で呼んだらしいですよ。呼んでも分かるけど声が出ない、こっちがもう声も枯れてもう死にかけているから。あとは兄弟親たちが入ってきて探し出して担がれて家族のもとに帰りました。家族のもとに帰ったらそこはやっぱり壕の中です。避難所、はい、柿の花のこの裏にありますけど、そこでやっぱりほらほら穴です。食べ物とか、うん、そこ来たら家族のもとだからそんなにあるもんではないけど、ある程度はまああれこれは食べて生き延びて、そうこうして何日かするともう捕虜になっておりますけどね。記事の手当てはできません。もう自分のうち、民間のうち、自分のうちだから塩水は持っていたんでしょうね。味噌や塩は食料として、その塩水で洗面器に入れて洗ってなんとかかんとか腐れていくのを防いであれしておりました。普通の治療ではないですよ。ただ真似合わせで塩水があれ汚れを取るというようなあれでやってきました。なんかあれお姉さんが姉さんがおりました、はい、家族はウジ虫っていうか傷のウジ虫を取ってくれた。もうここまで関節までもう中はもう開いているから腐れて、お箸こっちから入れてお箸でこう掴んでもうこねてウジをやっておりましたね。今あれしてるけど埋まってるか、前はもう足の樹はみんな腐れてるからウジが入って、お箸の先お箸を入れてもう出して、出さんことにはもう苦しくてもう針で刺すみたいにチクチクウジがあれするもんだから、そういうふうにやっておりました。食塩かなんかで消毒、食塩は持っているから農家で食料を持っているわけ、贅沢にはないけど家にある分だけを持って歩いているわけだ。食塩で塩水があれ洗ってなんとか防いできましたよ。で捕虜になった時はどんな感じですか？捕虜になってからはまた百のするところに診療所が軍の捕虜になっての落ち着いての捕虜民のいる収容所にあれがあります、あれがありましたよ。診療所があって、そこにおんぶされていて、誰かが、はい、身内のおじさん出て行こうと言って出て行ったんですか？どこにですか？呼びかけがあったりして、うん、マイク見たようなあれか、人自体か、もう戦はもう米軍がこっちまで来ているからみんな出なさい、敷屋という部落に降りなさい、捕虜になって降りなさいというね呼びかけみたいなのがあって、隣知念村の隣部落の敷屋に降りていきました。あれはまあ自主的に捕虜になったということですね。アメリカに捕まったんじゃなくて、でその頃からアメリカはおりましたよ。この辺はおるけど、直接アメリカ人は集めて連れていくというのが自分で降りなさいと、歩けなかったですよね。はい、腹張って道中までは半分ぐらいはもうみんな行くには家族も姉さんも親たちもみんな荷物を持たんといかんから、いつも荷物持って、私は腹張ったままついて行って、遅れた分は後でまた誰かが手の空いた人が力のある人がおんぶして降りはしましたけどね。収容所まで初めの頃はもうみんな忙しいから逃げるのね、自分の家族や荷物を持って降りるの、初めの頃は腹張って降りましたよ。で敷屋へ行って、はい、敷屋で何日ぐらい？それも日にちはもう戦時中のことだからよくわからないけど、そんなに長いことじゃないと思いますね。1週間か2週間いたかいないか、
その自分からはもう米軍は落ち着いているから、で島に上がれるよ言うて自分の実家に戻ってきて、ちょうど幸いにうちの家はあの焼けないで残っていたから、親戚もみんなうちの家に避難しましたよ。はい、式屋行った時はそこであのアメリカの兵隊たちが傷口とかなんか見なかったんですか？式屋にいる自分まではアメリカ兵は見えないね。はい、見えない。あの自分までは多分アメリカ兵も忙しかったんじゃないですか、マブに攻めるのに、あの捕虜人を収容するあの手助けするようなあれには、あの整理するようなあれまではいかなかったはず。傷を見てくれるような人、いやいやいや、ただ民間人のあの健康体の人たち、若い人って若いんじゃなくして動ける人にあの頼依頼して、あんた方みんな下がりなさい、集めなさいというような指示はしても、直接米軍が荒野でああいら集まれというような指示するような時期ではないですよ。まだマブにもあの降落してない自分だから、軍としてもそういうあれですよ。お互いがもう自主的に集まって、あの収容所の集まれというわけです。でその式屋から自分の実家の、はい、はい、自分の家に戻って、はいはい、すぐにまたあれですか？そう、しばらく、それも日にちはおろそかあれだけど、1ヶ月ぐらいはいたかな、しばらく落ち着いたと思うけど、そのぐらいはいたと思う。あ、1ヶ月ぐらいだな、10月11月になったら、またここは軍が、まあ、元軍がありましたから、軍が使うから、あのヤンバルにあの避難しなさいと軍の命令で、米軍の命令でヤンバル の, あのクシションの火曜にあの行かされましたよ。火曜ね。それはトラックで、はい、あ、いや、バテンからは船で、何かあのあれかな、タンカーかな、 LST、うん、タンカーかな、あの地の底にあの荷物つくような、な、水も溜まっているようなあの谷、船底に座らされて、ヤンバルで、ヤンバルのあの三浦のあの入江まであの行って、三浦からまた米軍のトラックで あれ行きましたよ。 GMC というので、バテンまでは GMC でトラックで行って、バテンから船に乗って行きましたよ。で、火曜っていうところにいたんですか？火曜です、はい、火曜におりました。あれも11月頃は、12月11月頃は引き上げ、あっちでも1ヶ月か2ヶ月、2ヶ月までじゃないんじゃないですかね。戦が落ち着いて、もう避難民が収容して、米軍がある程度整理ついた自分かな、結局こっちは使わなかったから、また引き返してきたわけですよ、米軍が使ってないから。足の方はもう足をどんどん腐れっぱなしですよ。まあ、あっちで火曜でも収容所はあり、ま、診療所はありました。あってもそんなに、あの切断して、手術してあれじゃないから、腐れ落ちたままの治療だから、ただ包帯巻いてくれるだけで、腐れるのは止まれないですよ。本当のあの整形手術とは違うから、腐れはもう同じですよ。そういうふうにして戦後はもう落ち着くようになって、あれ、あと利息はどこでもらう？これはですね、でその足は、切れた足はですね、虫歯みたいにこうやってとんがっているから、肉から出て、それ自分の家に来てからペンチ、針金切るペンチ、あっちでもこうして折っておりました、日本、ここ。自分でですか？はい、あっち自分で折らんと、よ、医者もいないし、痛くても折らんと、この裾がかかるから、自分の裾がかかるから、かかったら痛いから、もうやむを得なく自分でペンチで、あの肉から出た足のこれをこう折ってやりました。それ今も忘れられませんよ。腐れて骨が出て、すごく痛かった、ね、はい、肉はあのその骨を巻くぐらいの肉はなくて、どんどん腐れて空骨ばかり出ているから、もうやむを得ないから自分でもう折りましたよ、ペンチで。そういうふうにして、ようやく義足は履いたものの、
義足履くのも3、4年後ですね。3、4年後に義足履いて那覇に出て商売して自立をしたけど、それでも本当の手術じゃないからどんどん腐れるからもうこれではいかん言うて那覇に行って浜松病院が開業し始めた自分だから病院で手術して初めて完全にあれしましたよ、はい、戦後のあれで。義足の場合はまた傷痍軍人ですから国から支給されてそういうふうにあれして、まあ、現在に至っておりますよ。戦争ではお父さんお母さんは、父はやんばるで火曜に避難した時にマラリアでもう亡くなっておりますよ。お母様は？お母さんは帰ってきて3、4年ぐらいしてから。母はそうです。そうやって父も母もいなくなってから戦後 4、5年して23だから5年だな、4か年か5か年目ぐらいにもう義足もはめるようになったから那覇に自立して出たんですよ、はい。まあ、あれからはだいたいもう世の中も落ち着いてもう職業もみんなあれするというような時代になっておりましたから、はい、そういうあれで戦争のですね、はい、ことで、まあ、ご自身もすごい体験されたって、はい、ですけども忘れられないことっていうのはございますか？忘れられないことといえばですね、そうですね、だから私はですね子や孫たちにも身内にも今見たような戦争の話はしません。一切しても受け止めない、もう昔話なんというか嘘だとしか信じないから本当のことを言うても注意をしないと思う。だけど孫から来たからこれしようがない、これはやらんといかん言うて孫子に乗せるようから事実を今まで述べてきたけど、で道中ではですね一つありましたよ。水のベンガだけいうか水の近くのあっちに行く時にですね、岩小屋だと森だと思って草むい小屋と思って飛び上がったのが腐れた馬が寝ているのを夜だからわからんで腐れた馬の横腹に足突っ込んで足の中腐れているから足の中まで突っ込んでもう一線に行くまで臭くて水もないから臭くてそのまま過ごしたこともあるし、またもう一つは男の、まあ、若い人は戦地に行っていないからはっきり顔は見ないけど夜だから男のおじいさん見たような短い着物をつけたおじいさんと小さい小学生か幼稚園生ぐらいの小さい子二人並んで倒れて、それがそばに木こと棒らというさね、うちのうちで木こと棒があって倒れて袴も散らばって死んでいるのを見たのは、まあ、あれだけはあれだな、本当いつまでも忘れないな。見ましたよそういうの。それ以外はもう実際にはもうそんなに極端には、だけど戦争というのはひもじいこともわからない、怖いこともわからないから戦争ができます。うん、あひもじいな、あ怖いなという感覚があれば戦争はできません。何ももう洗脳されてもう言うがままに前進するほかないから戦争だって、それが普段の気持ちになれば戦争する人はおりません。どこの世界の国でもひもじさもわからん、怖さもわからない、ただ前に進め、それが務めであるという気持ちでやるから戦争はできますよ。ひもじさはわかりませんよ。で歩きながら軍にいる時でも食事というのはありませんでした。ただ覚えているのはスリ近くベンガ岳あたりに行った時にちょうど時期的に四五五六月だからキャベツ
玉縄ですね、うちの口キャベツがあって、それをもぎ取って葉っぱを火災で中の青いところを加えてかじって、かじってそれをあの、粉味噌、戦時中兵隊は粉味噌言うとありましたよ、民間の味噌とは違って粉にしたあの味噌が、それを袋ごはんに持っておって粉味噌を舐めて、それを玉縄をかじって、そういうようなあれはありましたよ。食事時間とか弁当時間とか火を焚いて作って食べるというのは戦時、戦時あれは一回もありませんでした。食べたのはもう陸軍病院行ってからおにぎりは配られるだけ、はい、そういうのありました。あれはたまたまご家族がね、はい、比嘉さんが迎えに来て、はい、助かったんですけども、そうです、あそこに民間人の残っていた人たちというのは、あ、もうほとんど全部死んでおりますよ。うちなんちは名護とかいう一人はいるみたいだったけど、声かけて話できる人がもうその人も死んだんじゃないですか、はい、だからあのうちが家族に助けられた時に、家族がちょっとした砂糖、あの黒砂糖ですよね、持ってきておったんですよ。直接うちにあげると持ってきたのか、何か持っておけ言うてあるのを持ってきたのかわからんけど、家族が助けに来た時にちょっとした砂糖バーを手に置けるぐらい小さい砂糖を、そういうあの人にあげましたけどね、うちはもうあの家族の元に帰るから大丈夫だから食べてしのいでおきなさいってあげたあれはありますよ。でもうちが助けられるまではもう3分の何名かしか残ってないですね。もう重症患者だから、今まで怒鳴り声を上げてあがいをしていた人がいつの間にか静かになって、腹ばっていって触ったらもう冷たくなってる、それが何回もありましたから、はい、もうみんな死んだ。私だってあと2日おればもう死んでおりますよ、声も出なかったから、はい、家族に入り口から呼ばれても返事をできなかったのに、家族が入ってきて探し当てて目の前来てから手探りであれしただけでね、声も出なかったもの。あの今振り返って、はい、あの戦争どんなふうに感じてらっしゃいますか。一言に言えばですね、あのまああれだな、日本の軍部と行政ですね、あんなの力の強いアメリカにあの立ち向かっていて意地で戦争を起こしたのが間違いじゃなかったかと。何も対等にあの武力があったもんじゃないですよ、これだけですよ、はい、僕らが聞いたとこ、あの学生時代に聞いたあれで教育を受けたあれでは、何か石油関係とか貿易関係で仲が悪いとかいうふうなあれはありましたけど、そんなにして意地張って戦いやったのがこういう結果ですよ、まあはい、やったからいい、いいか悪いかあれか、やったからあの戦前の日本の意地が南方にどんどん伸びていけば、かえって国民は不幸ですよ、うんうん、南方あのフィリピンとかあの辺あの南方に伸びていって国を伸ばそうとしたら、かえって国民はあのひどい目に遭っておりますよ。戦争が来て戦も終わったから現在の幸せや あのあれはあるんだってですね、はい、それだけです。ちょっとまとめて言いたいのは、どんどん戦をしないでどんどん南方や品なんかに、ね、日本の土地広める言うて欲張ってあの領土を伸ばす言うて広がっていけば、残る国にいる国民は税金を持たされて大変ですよ、はい、今考えての話ですよ。どうせあれ起こるべきして起こった戦争なんです、はい、それが現在あるわけですから、はい。